どうもビール人の柿谷です。ですね、今回ちょっとお知らせがございまして、ね、ちょっと動画の方を配信させていただきました。何かというとですね、こちらちょっとちらっと見えておりますが、じゃじゃんと、これに、じゃ、わかります？ビールジェンド忍者って書いてありますね。忍者、これね、何かというとですね、ソイソース&ハニーって書いてあるんですけど、でね、ここにプロテイン豆腐スティックって書いてありますよ。プロテイン豆腐スティック、あのね、ビーレジェンド豆腐ですよ、お豆腐でね、まあ醤油蜂蜜風味で、まあサイズね、ちょっとこれ分かりにくい、ちょっとこれぐらいのサイズ感なんですけど、またね、食べる動画、レビュー動画はまた改めてやる、撮るんですけれども、まあ、これ1個食べることでね、13.7g のタンパク質と 7.8g の脂質と 8.2g の炭水化物なんですけれども、これね、なんていうかな、ささみもあるんですけど、まあなんか他のね、ものも食べたいなっていう人はこれいいかなと思います。で、まあ、上質なタンパク質を豊富に含むとか、まあちょっといろいろ一応書いてあるんですけど、商品説明はまたさせていただきます。まあ、今日何の動画かというと、5月30日水曜日のお昼12時から LINE 限定で先行販売を行います。 LINE 限定ででね、ここ下の概要欄の方に LINE の URL を貼っておきますので、ぜひ LINE の方ね、登録していただければいいんじゃないかなと思います。で、まあ、数がそんなたくさん作ってないので、限定販売になります。で、まあ、限定販売でもし完売、まあ、せずね、まだ残ってた場合は一般販売もすると思うんですけれども、もし LINE の方でね、もう限定販売でもう終了してしまう可能性もあるかもしれないので、もし食べてみたいなという人はですね、LINE のね、登録を概要欄からお願いしたいなと思います。で、1つ298円です。ちょっとね、値段はそこそこいい値段するんですけれども、10個ね、セットで2500円ですのでね、お試しいただければいいんじゃないかなと思います。で、これね、本当に食事としてね、取ってもらって、いいです。サラダの上に切って乗っけてもらうとかね、まあいろんな食べ方あると思うんですけれども、ぜひですね、まあこうね、忍者が、こう保存食としてね、食べるようなイメージで、食べていただければいいんじゃないかなと思います。このイラストもね、忍者の、書き下ろしイラストになっております。はい、ということで、まあ5月30日にね、発表いたしますので、ぜひ、まあ、下の方から LINE 登録をして、お楽しみにしておいてください。まあ、お昼12時にね、LINE の方で流しますので、はい、ということで、5月30日までにぜひ LINE 登録の方よろしくお願いします。ビーレジェンド忍者販売のお知らせでした。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。この日に駆け抜けろよ。